皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。ここ最近のニュースで証券口座が乗っ取られて勝手に取引されてしまったっていう報道がちらほらあったと思うんですけど、今回はどういった方法で証券口座のアカウントが乗っ取られてしまったのかについて解説していきたいと思います。あとはアカウントが乗っ取られないための対処方法なんかにも触れているんで、よければ最後までお付き合いください。ニュースはネットの記事を参考にしてそこから推測してるんで、今回説明する内容は確定した情報はないということで、そこだけはご了承ください。まずは今回発生した事件の概要なんですけど、証券口座を持っている個人のアカウント情報ですね。それが悪意のある第三者に盗まれて、NISA で保有していた証券が勝手に売却されたり、よくわからない中国株の銘柄が大量に購入されて資産がマイナスになってしまったり、まあそんなような被害がいくつか発生しましたよと。中国株の方は意図的に株価を操作したんじゃないかって話なんですけど、NISA口座の方は多分嫌がらせとかじゃないかなっていう感じですね。まあおそらく老後の資金とかで貯めてたと思うんで、まあこれはちょっとかわいそうな話ですよね。まあ、今のところ不正取引が確認された証券会社は、楽天証券、SBI 証券、野村証券、FMBC 日興証券、松井証券の5社ですよと。他にも被害は出てるかもしれないんですけど、報道された内容を簡単にまとめると、まあ、事件の概要はこんなような感じになりますね。次に第三者が個人のアカウント情報を盗んだ手口になるんですけど、大まかに分けると3パターンあって、1つ目がフィッシングメール、2つ目がアドバーサリーインザミドル、3つ目がインフォスティーラー。まあ、これ何か証拠があって確定した情報ではないんですけど、このいずれかの方法でアカウント情報を盗まれたんじゃないかってことですね。証券口座を持ってる人はご存知だと思うんですけど、最低限のセキュリティ設定しかしてないと、サイトにログインするためのアカウントが一つと、あとは株とか投資信託とか、NISA を売り買いするときに使用する取引パスワードがあるんですけど、まあその2つになるんですよね。お金を扱うサイトにしてはデフォルトのセキュリティ設定がちょっと弱い感じがしますよね。まあおそらく今回の事件って、この他に2段階認証とか、まあ別なセキュリティ設定ですね。そういうのを追加でしてれば大丈夫だったんじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあそういうなんか単純な話でもなくて、従来以上にややこしい方法で個人情報が盗まれてますよと。前置きはこのあたりにして、アカウント情報を盗んだ手口を見ていきましょう。一つ目のフィッシングメールっていうのは、これは従来からある手法なんでご存知の方も多いと思うんですけど、簡単に言うと実在するサービスや企業の名を語ってメールや SMS で偽のサイトに誘導してアカウント情報などの個人情報を不正に取得するっていう手口ですね。フィッシングの詳細については前回の動画で解説してるんで、今回詳細についてはちょっと割愛させていただきますね。興味がある方はよければそちらの動画をご参照ください。次に二つ目のアドバーサリーインザミドル、略して AITM 攻撃っていうものになりますね。これも攻撃の分類としてはフィッシング攻撃になるんですけど、従来のフィッシングの手法と大きく異なる点が、2段階認証も突破できちゃいますよっていう部分なんですよね。ターゲットを偽のサイトに誘導して情報を入力させるっていう流れは同じなんですけど、まあ、入力した情報を盗むんじゃなくてブラウザに保存されているクッキー情報を盗みますよと。まあ、他にも細かい仕様の違いはあるんですけど、一番の違いはこのあたりの部分ですね。クッキー情報って聞いたこともある方も多いと思うんですけど、例えば閲覧したウェブブラウザのアドレス、ブラウザ上で入力した情報、まあ、商品名とかアカウント情報とか、まあ、そのあたりですね。まあ、住所やメールアドレス、アクセスした利用環境、ログイン履歴っていう感じで、まあ、いろんな個人情報がクッキーの中には入ってますよと。その中に2段階に認証に成功したクッキー情報なんかも含まれるんで、その攻撃に引っかかってしまうとアカウントが乗っ取られてしまうっていう仕組みですね。ただ SMS とかメールで送られてくる数字の2段階認証じゃなくて、データ認証とかアプリを使って2段階認証なら突破されないんじゃないかって話ですね。一応ですね、今回の被害者はフィッシングに引っかかった記憶はないって言ってるんで、まあ、1つ目の従来のフィッシングメールと2つ目のアドバーサリーインザミドルでアカウント情報を盗まれた可能性っていうのは低いかもしれないですね。まあ、それを踏まえた上で3つ目のインフォスティーラーですね。これはマルウェアの一種になるんですけど、インフォスティーラーに感染すると、まあいろいろな情報が盗まれちゃいますよと。例えばパソコン内に保存されているファイル、アプリのデータ、キー入力の情報、まあこれキーロガーですね。であとはクリップボードのコピペ履歴、システム関連のデータ、ブラウザーに保存されたデータ、そういった情報が収集されて攻撃者に送信されちゃいますよと。まあこれどの情報も盗まれると厄介なんですけど、一番問題なのはブラウザーに保存されたデータですね。これさっきも説明したクッキー情報も含まれるんですけど、まあ、それ以外に自動入力データとパスワードマネージャーのデータが入ってるんですよね。まあ、自動入力データっていうのは、例えば決済時とかに名前、住所、クレジット番号とか空欄を選択すると自動入力されるあれのことですね。パスワードマネージャーっていうのはブラウザーに保存されているアカウント情報ですね。ユーザー名とかパスワードとか保存されている情報ですよと。まあこの2つって結構使ってる方が多いと思うんですけど、皆さんはどうですかね。まあ私は結構入力がめんどくさがってどっちも使っちゃってるんですけど、1つ目のフィッシングメールと2つ目のアドバーサリーインザミドルと違ってマルウェアに感染しなければ大丈夫じゃんって思うかもしれないんですけど、不審なメールを開いてしまったとか、怪しいサイトをクリックしてしまったとか、あとは公衆の無線 LINE に繋いでしまったりっていう感じで、感染経路って結構無数にあるんですよね。まあなんでフィッシングよりこっちの方が感染してしまう可能性っていうのは高いかなと。少し前の動画で Windows PC のハッキングでペイロードを実行した時に Windows Defender でブロックされたと思うんですけど、あんな感じでセキュリティソフトが検知してくれる可能性もありますし、それともそこに引っかからないような対策がされてるのかっていう、まあその辺はちょっとわからないですね。
ということで最後にアカウントを乗っ取られないための対策についてですね。一つ目が各証券会社でこのセキュリティ設定やってくださいねっていう案内が出てると思うんで、まずはそれを実施した方がいいですね。例えば SBI 証券だとデバイス認証、まあこれは証券側のサーバーから個別の識別情報が発行されるタイプですね。あとは2段階認証、これはスマホを使用した認証ですね。あとはログイン通知とかこの辺のセキュリティ設定が追加で可能ですよと。それ以外の証券会社もそれぞれで案内ページを出してるんで、それに従って追加でセキュリティ設定をしてくださいっていうのが一つ目ですね。二つ目がセキュリティ設定の有効化っていうところで、まあこれ基本的なことなんですけど、Windows Defender を有効化しておくとか、まあそれ以外のセキュリティソフトを有効化しておくっていう、まあその辺のところですね。まあ理由もなく無効化してる人はいないと思うんですけど、これそのセキュリティ無効化してるっていうことは、戦場スッポンポンのスッポンとかで歩ってるような状態なんで、まあ相当やばいなっていう状況を認識してもらった方がいいと思いますね。で、三つ目が怪しいサイトは閲覧しない。そこにあるリンクはクリックしないっていうところですね。まあちょっと過去の動画でもやったんですけど、まあスクリプトとか実行されて、自分の意に返さない処理っていうのも実行されちゃったりするんで、極力よくわからないサイトとか、まあ、そこにあるリンクはクリックしない方がいいですよと。4つ目が怪しいメールやメッセージは無視する。あとは添付ファイルは開かないっていうところですね。これはフィッシングとかマルウェアの両方の感染元になっちゃうんで、これはもうやらない方がいいですね。5つ目がクッキー情報の制限ですね。これサードパーティーのクッキーをブロックするっていうことなんですけど、これちょっと今回のこととは直接あんまり関係はないんですけど、従来のセキュリティ設定の一つとしてやっておいた方がいいかなっていう部分ですね。まあ詳細に話すと難しくなっちゃうんで、まあ要点だけになるんですけど、クッキーって大まかに分類するとファーストパーティークッキーと、まあ、サードパーティークッキーの2つがありますよと。サードパーティークッキーっていうのは訪問したウェブサイト以外から発行されたクッキーのことで、サイトを横断したトラッキングが可能で、まあ、ユーザーのウェブ上の行動なんかを計測するために使ったりしますよと。これだけだとちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、例えば家電量販店のサイトでテレビとか洗濯機を見てましたと。その後なんか全然関係ないサイトに行ったら、なんか両端にある広告にさっきまで見てたテレビとか洗濯機の、まあ、情報が表示されてるっていう時ないですかね。まあ、要するに直近まで見てた情報が他のサイトでも反映されてますよと。これ一例になるんですけど、そういった部分にサードパーティーのクッキーっていうのは使われてるんですよね。ファーストパーティーのクッキーと違って、そこまで詳細な個人情報っていうのは含まれないんですけど、まあ、サイト横断したトラッキングっていうのは極力防いだ方がいいと思うんで、サードパーティークッキーをブロックするっていうのもやっておいた方がいいかなっていうところですね。ということで今回はアカウント乗っ取りの手口について解説しましたが、こういった対策って結構めんどくさがって後回しにしちゃったりするんですけど、ちゃんと対策を実施しておけば被害に遭う確率は格段に減るんで、他人事とは思わずにぜひ実施してもらえればと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。